農業と子育てを両立されてるということで、はい、大変じゃないですか。大変です。めっちゃ忙しいです。初めまして。工藤飛鳥が埼玉県のママさん農家のもとへ。子供育てると野菜育てるってすごい似てる。愛情たっぷりかけて育てたポップコーン、出来たてはもう止まらない。農業始めちゃいました。10日水曜夜10時。うまっ。